やあ、せつだけいすけだよ。アリスの精神裁判、続きやっていきたいと思います。これだ。3回目の精神裁判が始まるぞ、お前。もう3回もしたくなかった。できれば。何やったっけ、これ。第6章か。第6、本当に6章か、これ。7章でよ、みたいな。第7章、いじめっ子の処刑。いや、これまでの流れから、いじめっ子イコール、ハートの女王様やけん。ハートの女王様処刑されるの？女王様なのに？権力使えないの？権力でどうにか避けられない？権力戻っても処刑は避けられない？わ、被告人として立たされてる。それでは、これより精神裁判にて、いじめっ子の処刑を行います。お待ちください。裁判長、来たー。主人公っていうか、救世主の登場だ。バーンと、扉が開き、私の叫び声が法廷に響いた。それこそさ、ウェイ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 ってさ、ちょっと耳が痛いぐらいのあの響き方でしとこう。そういうことにしとこう。あるよね。カラオケとかで。はぁ、あ。アリス。なんですけ？何ですか、神崎アリス。あ、ちょっと。なぜか、怒り防止みたいな読み方になった。ハードお嬢様。用がないなら着席しなさい。ま、待ってください。いじめっ子の処刑って？罪には罰を、当然のことです。本当にハードお嬢様がいじめられていたんですか？あ、いじめていたんですか？なんか女王様なのにさ、ド M みたいな方向になってるやん。いじめられていたんですかって、お前。本人は認めていますよ。大方、いざずらの行き過ぎでうっかり殺してしまったんだろう？いじめの事実は認めます。でも、私は白ウサギを殺していない。たとえ、もし君が直接殺していなくて、いじめが原因でこの事件が起きてたなら、犯人は君さ。そうやな。いじめとって、その結果、やんで自殺したっていうのは追い込んだ側の責任になるよな、こういう時って。だからそれは違うって言ってるでしょ。その理由を説明しろと、さっきから言っているじゃないか。何を根拠にいじめは原因ではないなんて言うのさ。あ、なんかお前、アリスちゃんから、ハードお嬢様に、ロックオン変えただけでさ、やってることを前と一緒やな、お前。それは。ほーら、やっぱり言えないんじゃないか。いじめっ子の君が犯人だ。違う。私じゃないわ。ほら、やっぱりハードお嬢様が犯人じゃない？いじめなんて最低。そんなにひどいいじめだったの？知らない。でもみんな言ってるし。ざわざわと体育館で憶測が飛び交っている。多分こう、憶測の中にはさ、いじめ、ハードお嬢様の下でいじめとる側の人間もさ、こう、手のひら返していようことに違いない。俺はそう思うぞ。勝手にそう思うぞ。待ってください。赤の王様。一度処刑を取り下げてください。なぜです？まだ本当のことが分かっていないからです。いじめの事実は認めていますが、事件との関係は否定しています。このまま処刑していいはずがありませんって言うてもさ、この世界の不条理としてで、ね、処刑していいはずがありませんっていう理由がないものみたいな感じになってる。そういうちょっとねじれた世界だからな、これは。ならば君がこのいじめと事件の真実を突き止めると？はい。言っちゃったよ。もう自分関係ないより首突っ込んじゃったよ、アリスちゃん。君はお人よし。下手すりゃ自分の命に関わることだぞ、お前。それでも大丈夫か？覚悟はできているか？面白そうじゃないか。赤の神崎アリスはこう言っているが、いかがかな？赤の王様は黙っている。私は一歩踏み出した。赤の王様、私は真実を知りたいんです。赤の王様はおっしゃいました。すべてを見定めなさいと。よろしい、神崎アリス。法廷。いや、面白くなってきたね。怒り防止や検事はこれまで以上に不敵な笑みを浮かべて私を歓迎した。
私が弁護人の席についたのを確認して、赤の王様は小槌を振り下ろす。コン。それでは第3回精神裁判を開演します。では威厳よく短歌を切った神崎アリス弁護人君、君の意見を聞こうか。いきなり俺か、いきなり俺かな。一旦事件のことは置いて、まず置いておきます。まずなぜいじめが起きたのか、そしていじめはどういったものだったのか、それを明らかにしなければ事件と結びつけることはできません。なるほど、これで謎だった部分が明らかになるはず。ふむ、ではなぜいじめが起きたのか、ハート女王の意見を聞こうか。どうしたんだろうな、前回のパートからさ、なんかこういうなんか後ろめたい顔をするよな、ハートの女王。その割にはさ、否定するところはちゃんと否定しようけど、なんなんこれ、どういう顔なんこれ。ハートのお嬢様、もしかして振られたことをみんなに知られたくないの？この際言っちゃえばいいじゃないの。そうじゃないと処刑されるのに。気に入らなかったから以上よ。そんな淡々な言い方せんねん、もそんなイメージ悪うするような言い方せんねん、もなんかさ、このさ、淡々と読み上げる、今淡々と読み上げるときにさ、なんか目つき変わるよな、ハートお嬢様。いじめっ子の意見がこうだ、話が進む気がしないね。どうなんだい、神崎アリス弁護人。一度私もその質問をハートお嬢様にしました。答えは同じです、大した理由などないと。でも本当にそうでしょうか。眠りネズミやイモムシ先生、そしてチシャネコも、ハートのお嬢様はむやみに人をいじめるような人じゃないと言っていました。それはあくまで外野の意見だ。誰でも猫の皮を1枚や2枚かぶっているものだろう。そうかもしれません。でも私はどうしても気になるんです。いじめの原因を聞いても詳しく答えてくれません。そりゃそうだろう、声だからな。私みたいな、ちょっと女王が一般市民に恋しちゃちょっといけないような気がするみたい、そういうメルヘンチックな理由かもしれんぞ。ハートの女王様だからな、女王様、女王様だからな。話を聞いていて思いました。いじめがあった理由は、もしかしてハートの女王様は白ウサギに。あ、ここ俺答えんの、ここ俺答えんのこれ。ハートの女王が白ウサギ、いじめられていたが逆パターン。逆パターン、ハートの女王がいじめられたのかは。実は逆のパターン、ハートの女王が S で白ウサギが M かと思ったら実は逆のパターン。はぁ、あとライバル視、ライバル視はちょっと弱いな。弱みを握られ、弱み、あと片思い、片思いって、ちょっと待って、俺が講義の話しようの時でさ、片思いっていうさ、それに近いような言葉を出すのやめて。本当にそうかと思ってしまう。てか白ウサギって女かと思ったら男だったらする、もしかして。ああでも俺言い出したっけどさ、片思いってことはしとこう。それはハートの女王様が白ウサギに片思いをしたいだからです。白ウサギが男だったんです。実は白ウサギ女かと思っとったら男だったかと。はぁ、そりゃそんな反応なるもんな。多分これ違うけど、あえて選んでみた。何言ってんのって、そりゃそんな顔なるわな。片思い、好きな子を相手にうまく接することができなくて照れ隠しに意地悪をするお約束だと思いませんか。バカなこと抜かしてるんじゃないわよ。言われてるよ、アリスちゃん。言われてるよ、アリスちゃん、本人から。なるほど。ありだな。ありなのか、お前。そういう乙女系のことに関しては肯定派なんか、お前は。意外に乙女系の方は好きらしいな。何がありなのよ。ちょっと、リアキルやめなさいよ。これ裁判とかうんぬんの以前にイカレー防止者の好みの問題やったら。なるほど、禁断の恋はいつの時代も一定重要あるものです。それっぽい解説入れるな、お前も。何やねんそれ。赤の王様。
ちょっと、なんか今回の裁判、ツッコミどころ多すぎるんですけど。ハートのお嬢様、もう隠さなくていいんです。勘違い。勘違いのパターンだよ、これ。ハートたち、いい加減にしないと今すぐ首をはねるわよ。おいおいおい。俺は真面目だぜ。真面目に声を応援してるんだぜ。ここでちゃんと正直に言わないと首をはねるのはお前の方なんだぜ。本気で怒らせたった。よっしゃ。言っていい冗談と悪い冗談がある。ごめんなさい。まあそうだね。悪乗りしすぎてかな。いやでもさ、この緊張感をほぐすためにアリスちゃんがさ、ユーモア入れたんよ。ユーモア。わかるだろう、チェシャネコ。お前はあんま友達いなさそうだからわからんだろうけどな。残りの3つね、いじめられていたってはないと思うよな、多分。なんかさ、そう言われてみれば確かに弱みを握られていたみたいな感じじゃない？なんか、そんな感じがするんやけど、俺。なんというか、なんか、喋りたいことが喋れないみたいな顔だったような気がするな、そう考えたら。これかな？ハートのお嬢様は白ウサギに弱みを握られていたんじゃないですか？あ、待てよ。そう言われたら確かにさ、白ウサギの方から会えないかみたいなメール、なんかメール送っとったよな。ってことはもしかしてこれ、こういうのがあるんだけどって弱みを見せつけようみたいな、そんな話で読んだんかこれ。私が白ウサギに弱みを握られている、バカなこと言わないで。大体なんで弱みを握られて私がいじめることになるのよ。普通逆でしょ。まあそりゃそうか、そうやけど。そうだよアリスク、のっけから破綻していないかい。はい、普通なら弱みを握られた方が立場が弱い、そちらがいじめられる側でしょう。でも今回は違っていました。なぜなら白ウサギはド M だからです。なぜならハートの女王様は白ウサギの頼みに従っているんです。え、どういうこと。え、俺あれよ。それっぽいなって思って弱みを握られてる選んだだけでさ、明確な理由なんかなかったんやけど。ハートの女王様は白ウサギの頼みに従っている。どういうことだ。私は白ウサギの頼みに従ってなんかいないわ。ハートのお嬢様、証拠があるんです。証拠ですって。ほう、では見せてもらおうか。ハートの女王が白ウサギに従っていたという証拠。従っていたね。従っていたは、カドはどうかはさておき、白ウサギからちょっと呼び出しはあったな、これで。やけん、多分これだろうな。このその証拠が、この白ウサギの携帯電話です。このさ、今じゃほとんど見かけないガラケー、おいでたみ式ガラケー。最新のメールを見てください。16時2分。今まで無理を言ってごめんなさい。今日の18時に東校舎の視聴室へ来てください。そこで全てを消します。このメールが白ウサギから、ハートの女王様で送られています。うん、本当にいじめられている人がいじめている人へこんなメールを送るでしょうか。送らないわ。うむ、しかし受け取り方によってはいじめを止めてやめてほしくて出したメールとも取れないか。そう受け取れないこともないです。でもその可能性は低いと思います。なぜだい。なぜならハートの女王様がこのメールを受け取って実際に視聴覚室へ行ってるからです。そうやな。いじめるのをやめるつもりはないんだったらそんな無視すればいいよな。無視してどんどんいじめを続ければいいもんな。でもそれをしなかったわけだ。言っているからなんだって言うのよ。逆に聞きます、なぜ言ったんですか。それはめっちゃ汗かいてるこの人。あれ、ハートの嬢様、今暖房はつけてませんよ。いきなり代謝良くなりましたね。行かなくてもよかったはずです。いえ、行かない方が自然です。いじめる側の人間はいじめられる側の意見を尊重することはありません。そんなのあなたの偏見じゃない。白ウサギが無理を言ってハードの女王に何かを頼んでいて、
そして白兎に弱みを握られていたハートの女王はそれを承諾していた。そう考えるとメールの内容も自然です。うん、そういえば被告人ハートの女王は最初の裁判でなぜ視聴覚室へ行ったのか答えたくないと言っていたな。ちょっとたかだかメールの内容で私が弱みを握られているだとかなんだか勝手なこと言わないで。でもハートお嬢様がメールを受け取って視聴覚室へ行ったのは事実です。行ったわよ。だから何、気が向いたから行ってあげただけ。それのどこがおかしいの。いや、気が向いたら、気が向いたからっていうキャラじゃないだろあんた。何かおかしいかはこれから明らかにしていくつもりです。即興で答える感じだ。ハートのお嬢様、白兎のメールを受け取ってから一体どういう行動をしたのか詳しく説明してください。やっぱりあなたも私も疑ってるんじゃない。おっと、代謝が良くなったハートの王女パート2ですね。これはちょっと焦ってきています。このままじゃ本当にハートの王女様が殺人犯として処刑されてしまいます。それでいいんですか。そうだよな、処刑される側の人間のにさ、なんか自分が処刑されんように持っていくことしてないんだ俺が。いいわ、分かったわよ。話せばいいんでしょ。そうそうそう、どういうラブレターの書き方したとかそういうのを話せ。みんな笑わないから。14日の放課後、あ、授業後、白兎からメールがあったわ。内容はさっきアリスが言っていた通りよ。ちょうど予定もなかったし、付き合ってやってもいいと思ってクラスメイトと話しながら教室で待っていたわ。18時前にクラスメイトと別れて一人で東校舎2階の視聴学室へ向かったの。視聴学室の扉は開いていたわ。この辺ちょっと覚えとかなあかんな。後々解明するって言ったもんな。18時前でクラスメイトと別れて一人で東校舎2階視聴学室。視聴学室って2階だったっけ。東校舎、扉は開いていた。18時のチャイムが鳴った時にちょうど視聴学室の扉を開けて中に入ったのよ。律儀、時間通りぴったし律儀。ハードボジョー様意外と律儀。どうでもいいかそこは。なーりー、あーもう死んでたタイプ、あーもう死んでたタイプのやつですか。そしたら白兎が血だまりの中に横たわっていた。それを見て慌てて報告しに行ったのよ。なるほど、まあ最初の裁判で聞いた内容とほぼ変わらないな。ごめんなさいし、最初の裁判の内容全く覚えてないけどな俺。どうだい神崎アリス弁護人、今の被告人の証言に矛盾はあるかな。ありそうな気がするけど、あるにしときます。あります。とても不可解なことが、ごめんなさい、適当に押しました。俺としては適当に押しました。でもアリスちゃんが言っているんだからそういうことにしときます。アリスちゃんのせいです。アリスちゃんが言ったんですそれ。おや、それはなんだい。それはかかいなことね。ちょっと考えろ。白ウサギのメールが、ごめん、ちょっと今持ってる情報を見返すとかできない。ちょっと待って、先に見返しておくべきだったやつなんこれ、もしかして発見時刻か。うむ、それの一体、適当に答えた。若干適当に答えたけど、この記憶と矛盾しているからです。記録と、あ、これでちょっとようやくちょっとこっちの情報を見させてもらえるんで、ちょっとこっちの情報見とかな。これだ、これか、違うな。なん、もうすごい行き当たりばったりなことしたの。こう証拠品の内容とかほとんど見てなかったもんやけんな。あ、これ扉か。確かにさ、なん、どれだったっけ、どれだ、あれ、証拠2列目、こっち1列目の方があったな。そうじゃそうじゃそうじゃ、確かなんだ、扉がどうのこうの、扉の指紋がどうのこうのがあったような気がする。これこれ、これ
他は左指紋のみ外からうちのドアノブにしか外からうちのドアノブにしか指紋を検出できずってことやっけん。一階のドアノブのさ、そのドアがどこの部分か多分わからんのやけど、東校舎の入り口のドアなんだろうな多分。で、最初入った時ドアノブに手を触っとうけんさ、一度入ったんはいいけど出たはずがないってことになるんかな。そういうことを言いたいんかな。説明は下手やけど、先ほどの不可解な点としてこれを確認してください。なんで？さっきの白ウサギの証言と矛盾している証拠です。あれちゃうんかな。違ったあれ、そういうことじゃない。あれ矛盾なかったこれ。今の証言別におかしなところはありませんね。というかまともな証言すぎてびっくりした。当たり前でしょ、人を疑ってかかるからよ。いえ、でも何かあるはず、何かあるはずな。ちょっと待って、あの攻略サイト見てきました。発見地獄です。発見時刻って、でこれがあ死亡推定時刻、スピアッキー、まあ、死亡推定死亡推定時刻の情報も取ったの、そのいや俺忘れた4時10分から18時20分が死亡推定時刻、微妙やな。それ一応証言とあっとるよ、あっとるな、まだ範囲としては入っとるな。死んどるタイミングと、待てよ、あれちょっと待て、あれ俺なんか間違ったの、なんかあ死んじゃったえっと発見地獄で、死亡推定時刻を選んどる。よし、これを確認してください。これは死亡推定時刻。白兎のメールやハートのお嬢様の証言通り、もし18時に聴覚室にいたなら、最初の裁判の時ハートのお嬢様が言っていた18時20分に死体を確認したっていう、そんな証言してたのあんたそんな証言してたんか。わあ全然覚えてないわ。最初のシャイバーの時なんか覚えとるかお前。だいぶ前の話じゃんお前ああそして今内先生がハートの女王様から報告を受けた時刻に間がありすぎるんです。なるほどね、確かにそうだ。そこまで広くない学校の土地でこの距離をのんびり歩いたとしても10分かからないだろう。どうなんだいハートの女王。あ、そういうことだった。だいぶ前の情報を引き出してきやがったな腰を抜かして驚いたのよ。誰だってあんな状況を見たらびっくりするでしょう。腰抜かしたのあんだあ、見た目中二には見えんなと思ったけどさ、そこまで年取った年もなのあんだ。20分も君が何を文句あるの。腰の抜かし方がじじいじゃないかあんだ。いやいや、ではもっと具体的に説明してもらおうか。おーっと、また冷や汗タイムパート3ですね。なんかちょっと都合が悪くなったらあなた代謝が良くなりますよね。あ、説明してくれるんだ。でもおーおー、白兎が血まびれで倒れてるのを見たわ。近づくと血の匂い濃くなって怖くて腰が抜けて立てなくなったの。体が動かせないからそれ以上近づくこともできなくて、白兎の名前も何回も呼んだわ。でも返事がなくてピクリとも動かない。呼吸していないのを見て、ああもう死んでるんだなって思ったわ。しばらくしてようやく動けるようになって、とにかく誰かに言わなくちゃと思ったの。待ち合わせの時間まで一緒にいたクラスのメイトはもう帰ってしまっていたから、生徒指導室の今虫先生のところへ行ったのよ。なるほどね、僕には特に矛盾は感じられないが、神崎アイス弁護に君はどうかな。今のハートの嬢様の証言にはまだそのパターンのやつ、二択
視聴学室か。視聴学室から、指導室って言うだな。これ矛盾はあるかな。ないと思うんやけどな。まあ腰抜かしてちょっと時間が経ったんだったら数日も会ってくるけんないんかな。確かにありません。どうした？でも普通だったらしないだろうなっていう部分があります。普通だったらしない部分？ほう、一体なんだい？それはこれを見れば納得してもらえると思います。いやー、またそれだ。やばい。普通だったらしないだろうなって何だったっけ？え、どんな会話しようと。ちょっと、え、普通だったらしないだろうな。これちょっとなんか、あー、まあいいや。なんかこれっぽいな。なんか移動したってことを考えたらなんかこれっぽいな。なんかこの学校の見取り図を見てください。手書きですが、構図の内容は合っています。それが一体何だって言うのよ。ただの下手くそな手書きの見取り図じゃないの。いや、下手くそか。結構構図うまいぞこれ。このまま家を建築してくださいって言われてもさ、それなりにできそうな気がするんやけど。マインクラフトだったら。東校舎で事件の物語にして、普通だったらまず身近な人が大人に、ああそうか、えらい遠くに報告しに行ったなって話か。そうやな、よう考えたら。東校舎内で人を見つければいいのにさ、わざわざ見舞い校舎まで行きとる。よう考えたらな。なんか、そうやな。多分なんか移動の話やけんさ、教室の移動の話やけん、この地図怪しいなと思っとって選んでみたけど。イカリア描写はケンジさん？え？イカリア帽子屋ケンジさんならどこへ行きますか？そうだな、まあ何かあったときはとりあえず職員室じゃないかな。職員室、あれ、東校舎から1階に行って南校舎の1階に職員室あるのに、わざわざ職員室ずるして2階行ってまで生徒指導室？そうです、学校の教室の大半は職員室にいます。普通だったら現場から近くて大人のいる職員室に駆け込むはずです。ハートのお嬢様はなぜ職員室に行かなかったんですか？そういうことか。それは証言を省略してしまっただけよ。ちゃんと職員室だって行ったわ。でも誰もいなかったの。それにもう18時を過ぎていたから部活動性もいいも見当たらなかった。誰にも会えなかったわ。だから南校舎の1階から順番に行って、ようやく生徒指導室の芋虫先生に報告できたのよ。本当ですか？本当よ。それはおかしいです。なんですって？なぜなら今のハードの嬢様の証言が本当なら、この人物に会っているはずです。え？ああ、そうかそうかそうか、双子じゃ。確かこいつらなんか言おったな。なんかこれ思い出したぞ。何だったっけ、芋虫先生ってのなんか手伝わされていろいろやりよって、最後教室閉めるとき前で待たされとったんよな。ってことはその指導室に入る前に、芋虫先生と出会う前にこの二人に出会うはずなんじゃ。そうか。ドゥイードルの方は事件の日の授業後、宿題を忘れた罰として職員室で芋虫先生をお手伝いをしていました。そうじゃそうじゃそうだよな。そのお手伝いが終わったのがチャイムの鳴る18時。その後芋虫先生が職員室に鍵をかけて別れた後、双子はずっと職員室の前にいたんです。なんですって？ハートの嬢様は、生徒指導室の芋虫先生に会うまで誰にも会わなかったと言いました。どうしてですか？おるはずなのにな、双子。それでも双子はなんかなんか忍者みたいにさ、壁に隠れとったとか、壁になりすまして隠れとったとか、そういう酷なことじゃないよな。アリスの精神裁判、不思議の国のアリスは日本の童謡じゃないぞ。
東校舎2階の視聴学室から生徒指導室まで走れば3分もかかりません。18時から18時20分の間、一体何をしていたんですか？本当は？もしかしてラブレター書いてたのか？ラブレターを書いてたのか、お前。本当は待ち合わせの時間に遅刻したなんて言いませんよね。ハートのお嬢様は18時のチャイムの音と同時に視聴学室に入ったと言ったんです。間違いのようがないはずです。そうだな、おーとどんどん矛盾をついていく。弾丸論破している。すげえ、アリスちゃん超高校級のなんとかになれるんじゃん。違う、私は。ハートのお嬢様、もう嘘をやめてください。本当のことを話してください。ほぐらかさないで本当のことを聞かせて、略して HHK。 おっと、ここまでの話を聞くと実にハートのジョーが怪しいんだが、その20分の間に殺人があったんじゃないかい？僕が最初に言ったように、白ウサギがいじめの復讐にハートのジョーを呼び出して殺害した。いや、アリス弁護人君の読み立てはハートのジョーは弱みを握られていたんだったな。そうです。ではこれはどうだ、ハードの女王は白崎に弱みを握られていた。白崎に呼び出されてのこのことそれに応じるふりをして弱みを握る白崎を刺し殺した。なかなかにサスペンスじゃないか。ありがちやな。違うわ、私は白崎を殺してなんかない。今からハードの女王様がこの20分間の間一体何をしていたのか、それを明らかにします。おお、今の証拠で明らかになるの？俺頑張って考えようとしてるけど全然思いつかないよ。ここからが本番だ。ハートのお嬢様が一体何を見て何をしたのか、ちょっとこれからハートのお嬢様を脳内に入り込んでみますみたいな、そんな感じの話するんじゃないだろうね。どうして嘘をつくのか、すべてを解き明かせば真実に近づくことができる。ハートのお嬢様は18時から妹石先生に報告する18時20分まで一体何をしていたのか。だから腰を抜かしていたって言ってるでしょ。すごいババアみたいなことを言ってる。いやいや、血みどろの殺し合いサスペンスがあったんだよ。だから私は殺していないって言ってるでしょ。少しは話を聞きなさいよ、ハゲ。なぜハゲって言葉が出てきた。髪の毛長かったよな。ひどいな、ずっと帽子をかぶっていて見えないけどハゲてなんかいないよ。まだ若いんだ。ハゲを隠すために帽子かぶっとるみたいになっとるやないか。帽子をずっとかぶっているとハゲるでそうですよ。よく言うけど迷信じゃないのかそれ。よ、予備軍みたいに言わないでもらえます？おや、イカレ帽子はちょっと言われてますよ。あんだけ人にねじこく言っている天罰おりましたね。ハゲかどうかはどうでもいいです。それはそれ、なんかそういう言い方傷つくんやけど、なんかアイスちゃんそんな気がするんやけど。重要だよ。本当に重要なのはハートお嬢様の行動です。どうしても言えませんか？素直に話すと思う？ええ、話さないと思うね。わかりました。別の角度から今回の事件を見てみることにします。お、新展開だね。学校で捜索をしているとき、中庭でこんなものを見つけました。あれ、ちょっとそれ俺が選ぶじゃなくてアイスちゃんがポーズ出すの、ちょっとそれずるいぞお前。一番証拠っぽいものをさ、鬼出させない、自分で出します、せつなけすけさんに任せませんみたいな感じでやつのずるいぞ、お前。それは手袋かい？血がついてるように見えるが。そうです。私はこれは現場の証拠品だと思っています。この血を血液鑑定してもらえば、白ウサギのものだと分かると思います。随分自信があるようだね。まあこの状況で血のついた手袋が出てくるなら十中八九現場のものだろうが、それで別の殺人事件が実は起きていたとか言うたらさ、えってなるよ。それちょっともうややこしくなる。本当に現場のものなのかい？
偶然という可能性もあるが、偶然だとしたらそれはそれでゾッとするな。偶然ではありません。この手袋が現場と関係あるという証拠があります。ほう、一体それは。うん、俺にも聞かせてほしいなって思ったけど、それは俺任せなんだね、アリスちゃん。ちくしょう。血のついた手袋刺し殺しとんだろ、つまり。これっぽいわ、なんかうまく説明できんけど、これっぽい気がするな、俺は。この資料を見てください。おや、それは私がプレゼントしたものじゃないか。東校舎のドアノブ、それが何だって。えっ、おーっと、怒り帽子だ。気づいたか、アリスちゃんが説明するまでもなく、怒り帽子が説明するボタンが。東校舎、アリスちゃんが説明するじゃん、結局。あーって言うただけなんじゃ。気づいたけど、説明させてもらえない怒り帽子は不憫です。東校舎1階の外へ通じるドアノブ。外から中へ入るドアノブには、ハートの女王様の指紋がついていたのに、中から外へ出るドアノブには指紋がありませんでした。東校舎は古いので、南校舎への渡り廊下はありません。一階の扉が唯一の通行手段ですって言おったな、そういや。これも覚えてなかったらごめんな、みんな。なぜ中から外へ出るドアノブに指紋がなかったのか。手袋をつけていたからか。あ、答えは簡単です。ハードの女王様は視聴学室に行くときは素手で、視聴学室から報告をしに南校舎へ行くときはこう手袋をしていたんです。視聴学室に行くときはってこと。視聴学室に行くときは、え、普通逆じゃない。これをつけて行った後帰ってくるか素手なんじゃないっていう、その辺のあたりはちょっと話読んでいったらわかるんだろうな。ハードのお嬢様、そうですよね。どんどんハードのお嬢様の代謝が良くなっていく、汗かいていく。被告人はなぜそんなことをしてたのです。普通ならありえない行動ではないですか。ハートのお嬢様が校舎から出るときに手袋をしていた理由、それは。手袋をして包丁を握ったから。だったら捨てるよな。自分の手に血がついていった、いや、血ついとったら手袋だろうって話やな。え、じゃあ探し物をしていたからな。消去法だったらそうなるんやけど、一番ありなさそうなのがそれってことになるけど、でも他の2つがな、おかしいだろっていう内容やけんな。これか、まさかそういうことな。手袋してちょっと汚いから手袋したかったとか、そういう話だったん。これ、それは探し物をしていたからです。探し物。ここでメールの内容を一度振り返ってみてください。今までごめんなさい。今日の18時に東校舎の四国に来てください。そこで全て消します。注目するのはここです。そこで全て消しますの一文です。これ前から気になっとったよな、この文を聞いた時から。消すって何を。これだけでは何ともわからないな。はい、これだけではまだわかりません。でもこのメールの最後の文章に深く関わりがあると思われる光景を目撃した人物がいました。え、それは一体誰なのです。それは光景。え、そんなことを言おうたやつおった。え、おったっけ。そんな話しようやつおったっけ。このゲームさ、やっきり難しいんだよ、やっきり難しいんだよ。あ、でも探し物しよったって言おったんは双子が言おったんか。探し物しよったって、これか。つまりまた双子、お前らか、またお前らか、またお前らを突き出すことになるのか、お前。これ、それはこの人物です。
ドゥイードの双子はこう言っていました。4月の終わり頃、携帯を取り出し、それをしばらくの間操作していたと。シロウサギがハードのジョーの携帯電話を、あ、そういうこと、そっち、あ、そっちかえ、なくした携帯を自分の携帯を探してるとかそういうことかなと思ってたら、ハードの、え、シロウサギがハードのジョー、なんかすごい勘違いの結果さ、結果的に済みよけど、全然推理当たってないよ、俺の推理はい、携帯電話は普通人には見られたくないものです。個人情報やメールや画像、もし見られたくないそれらを他人に見られたら、さらにはそれを人質に捉えてしまったら、それは見られた人の確実な弱みになるはずです。ああ、なるほど、あ、弱みってそういうことだったんじゃ。弱みってハードの女王を自分の携帯に捉えたけん、それを弱みにされとった感じなんじゃ。なるほど、人質というのは見られたくないデータのことか。おそらくそのデータは白兎に転送されてしまったのでしょう。人質としては十分です。そう考えることでハードのお嬢様といじめの事件は全てつながります。はあ。4月の終わり頃、白兎はハードのお嬢様のカバンから携帯を取り出し、その中身を見ました。うん。そしてそれを白兎の携帯に取って取ったか転送したかは分かりませんが、シロウサギは何かしらの方法でハードの女王様の弱みになるデータを手に入れました。うん。そしてそれを脅すにネタにして、シロウサギはハードの女王様に何か頼み事をしていました。その頼みを聞いてくれたらデータは消去する。おそらくそういったやり取りのことだったのでしょう。ああ、なるほどな、全て消しますってそういうことだったん。ドゥイードルの双子が、シロウサギがハードのお嬢様の携帯で盗みにしていることを見たのが5月の頭。約2週間の間にどんな指示がシロウサギからハードのお嬢様にあったかは分かりませんが、その頼み事が終わり、脅しのネタにしていたデータを目の前で消去するから来てほしいと、シロウサギはハードのお嬢様に連絡をしました。もちろん弱みを握られているハードのお嬢様はそれに従うでしょう。でなければ授業が終わって2巻も学校に残るはずがありません。ほうほう。約束通り18時に視聴学室へ行ったハートの女王は驚きました。なぜなら白兎は視聴学室で死んでいたからですから。ハートの女王様はうろたえたことでしょう。目の前にしたい、しかしハートの女王様はどうしてもそこであることをしなければならなかった。あ、携帯を探してそのデータを先に消しとかんかったらあかんかったんじゃ。この第三者に見られたくなかったんじゃ。あること、これがその事件がめちゃくちゃになってしまった理由なんです。ハードのお嬢様はデータを消して他の人には見られたくなかった。知られてはなかなかったんです。どんなデータだったん？だとしたらどんなデータだったん？実は自分は窓でしたみたいな、そういう決定的な画像があったの。窓でしたみたいな縛られて男の人に無知で戦っているような画像があったのか。いやらしいな。もし自分以外の誰かに見つかって公にされてしまったら、それだけは絶対に避けなければならない。そのためにシロウサギの携帯電話を探したんです。シロウサギの手袋を使って。ああ、そういう、あ、素手だったって。もともとつけとったんじゃ、シロウサギ。はあ、待てよ、シロウサギの手袋をチーズいとる支えたけん、それがついたもん分かるんか。うん、そうか。うん、はあはあ、手袋。だからあんだけ血がついとったんだな。シロウサギの手袋を使って。そうです。呼び出されたハードの女王様は、データが消されているか、何としてでも確認しなければいけませんでした。でも、そのまま探したら、自分の痕跡が、指紋が至るところに残ってしまいます。だから、シロウサギの手袋を使って探したんです。では、あの手袋は、もともとは被害者が身につけていたものだというのかい？そうです。マジか。そんな、なかなか推力の人じゃないと導き出せんぞ、そんなことや。俺には無理だ。工藤新一とかそのあたりじゃないと無理だ。なぜそんなことがわかるんだ？
いろんな人から白ウサギについての話を聞いているときに、潔癖症だと思う。そんな覚えとるわけないだろ。そんなで別に重要そうじゃないようなこと覚えとるわけないだろお前。いじめの傷、ああこいつはもうそんなこと言おったんじゃ、そんな覚えてないよ。わ、まあ、みんな別動アプローチから手袋をつける理由っていうのを導き出しとるんや。そうだったんじゃとバラバラの意見を聞きました。そのバラバラの印象は一体何なんだろうと心に引っかかっていたんです。冷え性で寒がり、潔癖症、いじめの傷を隠している。そうです、白ウサギは普段から手袋をつけていた。そう考えればしっくりきます。なるほど、理屈は通るが、なぜ手袋を、冬ではなく今は春だ、なぜ被害者は普段から手袋を。それはまだわかりません。でも事実、彼女は他人から意識されるほど手袋をしていたんです。ふむ、それは改めて調査すればわかることだろうな。もしかして両手が魔人の手とか、そういう鬼の手とか、そういうなんか異能な力を隠してたとか、そういうタイプのやつ。それでも直で触ったらエスパーだから、その人の心を読めてしまうから、普段は手袋をつけてますみたいな、デカレンジャーのジャスミン的なやつか。はい、なぜ包丁に指紋がなかったのか、単純な話だったんです。白ウサギが手袋をつけていたから。ハートのお嬢様は白ウサギがつけていた手袋を取って、白ウサギの携帯電話を探したんです。そこまで分かったか。が、しかし、別にハートの女王は手袋をする必要が本当にあったのか。ハンカチでも何でも指紋がつかなければ犬ではないか。ハンカチを使い、もたもたと探して携帯を確認できるでしょうか。その、まあ、難しいな。その間に人が来てしまっては意味がありません。もし私がハートの女王様だとしたら、一刻も早く現場から離れたいと思います。ちょくちょくハートの女王様、BGM 止めた状態の無音の状態で出てくるのやめまでませんか。ちょっとシュールなんですけど。そしてハートの女王様は携帯の中のデータを無事に消去するか、消去されているのを確認しました。しかし確認できたはいいものの、そのまま手袋をつけて東校舎を出てしまった。混乱したハートの女王様は手袋の処分に困り、とっさに東校舎と南校舎の間にある中庭に捨ててしまったんです。だからあんなとこあったんじゃ、意味があってあの場所だったんやな。ちょうどいい場所だったんじゃ、気づいて横が捨てようって時にここが目に入ったんじゃ。そして生徒指導室に飛び込みました。妹子先生に報告をするために。君の家庭は一見筋が通るが、理解に苦しむな。死体のある場所を、現場を荒らしてまで探さなくちゃいけないものがあると。私にとっては些細なことかもしれません。でも本人にとっては何より重大なことだったのかもしれません。どんなデータだったんだろうな、マジで気になるわ。もうやめてよ。おっと、弱気モード、弱気モード入りました。ハートの女王が、おう、そこまで言うのなら、その大事なことでやら見当はついているのかな。そんなわかるかお前。そんな簡単に見当をついとってたらさ、ハートの女王涙目やぞお前。さすがにそこまではわかりませんでした。そりゃそうだろうが。これまでさ、だんまりを決め込んでハートの女王が隠しとうものがさ、そんなに簡単に見当をついてたまるかお前。まあそこは今後の事情聴取で明らかになっていくだろうな。もしかしたら性癖かもしれんからな、自分の性癖を写真に撮ったものがそうあったのかもしれんからな。はい、もう性癖や。ハードの嬢様になんか性癖があったみたいな、そういう固定概念つけようとしてるな俺。殺人の容疑をかけられても話せなかったハードの嬢様の真実、明かされるんだろうか。でももういい、だって事件の謎は解けたんだから。でもさ、結局白ウサギが誰に殺されるのか分かってないよね。分かってないよね。海底、閉廷って言ってたから、閉廷のさ、コーンってなったけど。
まあ、今回は処刑、いじめっ子を処刑するかどうかの話やけんな。被告人扱いから救うことができた。でも、ここのぽっかり穴が開いたような心地は一体何なんだろう。いや、そりゃそうだろう。じゃあ、結局、白ウサギは誰に殺されたんだっていう、ちょっとまあ、謎が一つ残ってるからね。なんで、なんでそこをさ、あ、そうだとかならないんだろうね、みんな。あ、なるぞ。気づくぞ。じゃあ、だったら白ウサギは誰に殺されたんだろうって誰かが気づくぞ、お前。その一番重要だったはずのことが今思い出されるぞ、お前。裁判所を出ようとすると、怒り防止者検事に呼び止められた。アリス君、うん。正直、あんたとは裁判以外では話したくないんだけどな。はい？ハードの女王が君と二人で話がしたいそうだ。お二人で。え、何？ハードのお嬢様、さっきのデートの件を私に教えてくれるって？あなたなら大丈夫そうだから話してくれるって？私と？行っておいでよ、アリス。大丈夫。チェシャに行こう。私はチェシャに行くに背中を押され、再び裁判所へ戻った。うん。誰もおらん状態。二人きりの状態か。ごめんなさい、呼び出して。ハードのお嬢様。私はこれから事情聴取を受けるわ。慣れない嘘はつくもんじゃないわね。思い知ったわ。でしょ？でしょ？ハードのお嬢様。あなたは実際のところは素直な人間なんです。素直な。素直な美人でやってほしい、私は。ちょっと、強気でちょっと、男っぽいところがあるかもしれませんけど、そう、ちょっと素直なところでやってほしい、私は。私、あなたを恨んだりなんかしないわ。全部私が身勝手だったのが悪いんだから。そうそうそう。そう、自分ちょっとさ、自分の非を認めるあたりでさ、ハードの女王様の素直なところ、いいとこですよ。はい。私ずっと気になってて。気になってる？やっぱアリスちゃん。データの中身が気になってる？白ウサギは、ハードの女王様に何を頼んだんでしょうか？あ、そっちか。そっちか、アリスちゃん。そっちの方に気になる？俺はデータの方の方が気になるけどな。それを言うべきか言わないべきかずっと迷ってたの。でもやっぱり私がここから離れてしまう前にあなたに使えておくわけよね。あ、置くべきよね。疑われるのを承知で言うわ。白ウサギは私にこう言ったのよ。ほうほう。私をクラスでいじめてほしい。そうしたらハートのお嬢様をデータを消すって。いじめてほしい。え？どういうこと？本当？白ウサギ？魔女だったのか本当に。誕生日プレゼントありがとう。なんか誕生日プレゼント、プレゼントありがとうって言葉前に聞いたぞ、ウサギから。ウサギじゃないな、あれ、ウサギか、ウサギかマージから聞いたな。なんかマージから聞いたけん、ちょっとデジャブ感じたよ、今の言葉は。どういたしまして、アリスから渡して。ええ、ちょっと待って、本当にデジャブ感じるんやけど、ちょっと待って。3月ウサギ、あいつもウサギがよう考えたら、どういうこと、あれ。ちょっと待って、同じウサギって言ってもちょっと共通点あるし、なんかデジャブあるぞお前。どういうこと？アリスにもらった誕生日プレゼント嬉しいな、大切にする。なあ、なんかその言葉聞いた気がする。わあ、なんかその言葉聞いたことある。三月ウサギから聞いた気がする。なんかほとんど似たような言葉を聞いた気がする。そっか、喜んでもらえたならよかった。ないかな？開けてもいい？そう、それで開けて洗濯液から出てきたらマジで一緒、全く一緒ってことになるぞ、おい。もちろん。あ、手袋開けたのお前か。そう、いつもつけてるでしょ。わあ、ありがとう。見て見て、似合う。突然ギャルっぽい喋り方になった。
似合うよ。当たり前じゃない。私が選んだんだから。すっげえ、そうだよね。本当にありがとう、チョベリク。それで私、着てなくないね。そう、だね。じゃ、帰ろうか。うん。お互い家にはまだ帰らぬ気に。その言葉を聞いたぞ、おい。いつも公園行くってなんか聞いたぞ、お前。おいおい、そうしよっか。マジかよ。今の夢は？私はうつ伏せの状態から目を覚ました。毎度おまなじみ教室だ。私、顔を上げると注射猫と妹子先生がいた。なぜ妹子先生いるんだ？あれ先生。寝ぼけた顔を頭で今の現状を理解しようとした。ハートのジョーサムがいじめっ子処刑されてそうになって、手袋を使って携帯を。私、裁判で。あ、あのハートのジョーサムはなぜちょっとドスってさ、証拠を突き出す時の音を出したん今。彼女はこれから警察に行って事情聴取だ。私は担任だからその付き添いをするよ。いじめの件についていろいろと聞かれなければならない。そうだ、自分のクラスで死人といじめ。先生はどうなってしまうんだろう。解雇かな。事件の真相も分かったことだし、もうすぐ学校も通常通り登校できるようになるだろう。そうですか。君はゆっくり休むといい。ああ、向井が来てみたいだ。うん？向井。結構偉い立場なんだ。そう考えた。怒り防止あって。取り込み中失礼。そろそろ時間です。今行きます。今井先生は立ち上がって扉へ向かって歩き出す。途中で振り向き、困ったような顔で私に言った。ところで今井先生やハートの女王というのは生徒の間でのあだ名かな？え？あんたの名前じゃない？俺てっきり妹子先生っていうの。え、でもハートの女王って明らかに本名ではないような、暗いような。どっちかって言ったら。え、石本先生。赤いマキさんがおま、え、そんな名前だったの。赤いマキ、赤いマキ。ああ、なんか赤い巻って普通になんかシンガーソングライターにおりそうな名前やな、お前。はい、それじゃあ、神崎アリスくん。私がポカンとしている間に、妹子先生と怒り防止ケンジは教室を出て行ってしまった。ちょっとさ、終盤にかけてさ、いろんなことがさ、分かり始めてさ、パニックになってるわ。